こんにちは今回は中学校の理科や高校の生物で学習する単子葉類と総子葉類のテストに出やすい代表的な植物の覚え方を紹介するよ。単子葉類・総子葉類の見分け方と覚え方は別の動画で解説しているから見ていない人はそっちの動画も見てね。今回の動画もくだらないけど暴えちゃう今回覚えるのは単子葉類総子葉類6つずつずだよ植物の種類は多いから全部覚えることはできないかもしれないけど。 テストに出てくる植物は意外と限られているから、まずはこの6つずつ覚えてみてね。まずは単子葉類から。トウモロコシ、イネ、ユリ、チューリップ、カナダモ、ツユ草の覚え方は、単身不妊中、トウサン、モロコシに。理由は梅雨かなチューイネ、だ。あまり難しい解説はしないけど、雨の時には気圧の影響で頭や腰が痛くなる人も多いんだって。特に梅雨の時期はぎっくり腰に注意が必要なんだ。というわけで、単身で、 とうさんもろこしでとうもろこしりゆゆりつゆ草、かなだもちゅういね次に草う用類の油菜らなえんどうあさがおさくらほうせんかほうれんの覚え方は双子の姉遠藤桜の朝はほうれんその油炒めですけどいけませんか 双子で総使用類遠藤桜の朝はほうれん草の油炒めですけどいけませんかいけないどころかほうれん草にはビタミンやカリウムなどが多く油で炒めることで活動に必要なエネルギーを取ることができてとてもいいねちなみに遠藤桜さんの双子の妹の名前は遠藤椿二人が生まれた3月末は桜と椿が咲いていたんだって 椿も草子葉類だから、余裕があれば覚えておこう。というわけで今回は、単子葉類、総子葉類、それぞれの代表的な植物6つずつの覚え方を紹介したよ。ここで紹介していない植物がテストに出たらごめんなさい。植物の種類は多いから、そういうこともあるかもしれません。もし違う植物が出たら、ぜひコメントで教えてね。第2弾を作ろうと思います。それじゃ、今日はこの辺で。今回の動画もくだらないけど、暴れちゃう